近年まれに見る寒波も過ぎ去り、春の暖かさが出てきた今日この頃、信州そして日の本の皆々、いかがお過ごしでござろうか。我こそは日の本一の強者、真田幸村、そして真田重勇士が一人、甲賀忍者猿飛びサスケ、そして同じく真田重勇士伊賀流忍者霧隠れ才三、そして真田忍者ゆえんにございまする。我ら信州上田おもてなし武将隊、真田幸村と重勇士、皆の者、いよいよ待ちに待ったこの季節がやってまいったぞ。信州上田春のビッグイベント、上田城千本桜祭り、まもなく開催じゃ。上田の春の風物詩ともいえるこの祭りも、なんと今回で21回目を迎える。その中で皆に朗報じゃ。昨年大好評であった市内温泉地とのコラボキャンペーンが、なんと今年も実施されることが決定いたしたゆえ、ぜひとも市内の温泉地と上田城に出かけてきてもらいたいの。こたびはこれより、この今年の上田城千本桜祭りの魅力を、我ら信州上田おもてなし優勝隊が余すところなく紹介いたすぞ。本年の上田城千本桜祭りは3月30日土曜日から4月7日日曜日までの9日間開催いたす。まず皆に紹介したいのが、春らんまん花見えさん千本桜キャンペーンじゃ。このキャンペーンは昨年も実施したが、上田市内にある3つの温泉地とのコラボとなっており、本年は祭り期間だけではなく、3月29日から4月21日までの間、別所温泉、加計温泉、霊泉寺温泉のお宿へお得に泊まることができるキャンペーンとなっておる。キャンペーン内容は、旅行予約サイトから祭り期間内の宿泊予約を行うと、一つの予約に対してなんと宿泊料金が最大で4000円安く泊まれるキャンペーンなのじゃ。なんとさらには祭り期間中に限るが、宿泊予約画面を祭り会場内の総合案内にて掲げれば、祭り会場内で使える1000円相当のお買い物券がもらえるといった内容となっておる。おさらいすると、宿泊料金最大4000円引きに加え、1000円相当のお買い物券がもらえるということで、最大5000円お得になるということじゃな。ぜひこの機会に皆には上田の良質な温泉に浸かって花見を楽しんでもらえたらと思っておる。このキャンペーンの詳しい情報や宿泊予約サイトでの予約はホームページに掲載しておるゆえ、ぜひチェックしてくれ。信州上田おもてなし武将隊、霧隠れ才三なり。我からは花より団子、二の丸横丁と題したご当地グルメ物産展についてご紹介いたしまする。二の丸横丁では、祭り期間中、信州上田のご当地グルメをはじめ、上田の特産品やグッズなどのお土産が大集合。今年の二の丸横丁も昨年に引き続き、上田城跡公園北側の児童遊園地付近の芝生広場と憩いの広場で開催いたしまする。時間は日中10時から16時まで、夜間は17時から21時まで開催いたしまする。上田名物のおいだれ焼き鳥や上田産ブランド豚、
太郎ポークを使ったサンドイッチなどのご当地グルメ、お団子、おやき、真田市関連の限定グッズなど信州上田のお土産が盛りだくさん。そして観光会館1階売店では3月23日から4月14日の間、春のスイーツフェアを開催いたしまする。桜や春をイメージした上田の名家が勢ぞろいいたすゆえ、こちらも合わせてぜひお楽しみくだされ。その他、上田市と縁の深い都市の仲間が出店する姉妹都市等観光物産展、4月6日7日に開催し、上田では味わえないグルメや特産品なども楽しめるゆえ、こちらもぜひお立ち寄りくだされ。信州上田おもてなし部招待、サルトビサスケにございまする。自分からは祭り期間中、上田城跡公園内で行われるイベントについてご紹介いたしまする。まずは3月31日日曜日11時から上田城跡公園内昭光社にて春らんまんみこし渡御が行われまする。このイベントは市内にある多くのみこし団体が集まり、上田城跡公園内を練り歩きまする。続いて4月6日土曜日、市内の中学校の吹奏楽部が集まり演奏を披露する桜コンサートが矢倉下芝生広場で開催されまする。我ら信州上田おもてなし部招待による信州上田情熱演舞が旧市民会館前のエントランスで開催いたしまする。信州上田情熱演舞は雪村様、重勇士、忍びで14名の我ら武将隊がほぼ揃い、月に一度1時間以上歌あり踊りあり芝居あり、信州上田の最新情報ありの日の本一の感動演舞にございまする。ぜひお越しくださいませ。最後に4月7日日曜日、上田城跡公園矢倉下の芝生広場にて第25回上田城太鼓祭り春の陣が開催されまする。この日は市内にある太鼓団体が集結し、10時から15時までの間、勇壮な太鼓演奏がこの上田城に鳴り響きまする。こちらのイベントは千本桜祭り会場の芝生広場ではなく、上田城跡公園南側の天ヶ淵にある芝生広場で開催となっているゆえ、ご注意くだされ。信州上田おもてなし部招待、真田忍者ゆえんにございまする。私からはここまで紹介したイベントのほかに、祭り会場にてお楽しみいただけるブースの紹介となりまする。祭り期間中、総合案内テント横には上田城復元 PR ブースが設置され、公園内の発掘調査で発見された貴重な文化財の品々が展示されるだけでなく、城跡公園一帯を使ったスタンプラリーも用意されておりまする。そしてもう一つの見どころのブースは、別所温泉の源泉を使った足湯体験コーナーにございまする。こちらのブースは実際に別所温泉にある源泉を祭り会場に運んできており、美容や疲労回復に効果のある泉質は男女問わず好評をいただいている温泉にございますゆえ、ぜひともお花見しながらの足湯を楽しんでくださりませ。祭り期間中の夜には、日本夜景遺産にも認定されている恒例の上田城の千本桜ライトアップが22時まで行われており、夜の上田城と桜が織りなす幻想的な風景は何度訪れても魅力的にございますよ。いかがじゃったか。今年の上田城千本桜祭りも楽しい企画盛りだくさんじゃ。最後に千本桜祭りを行う上で皆にお願いしたいことがある。上田城跡公園周辺の駐車場は祭り期間中混雑が予想される。ゆえになるべく
公共交通機関をご利用くだされ。もし上田城跡公園に隣接する駐車場がいっぱいであっても、ホームページに周辺の駐車場のご案内もしておる上、そちらをご確認くだされ。我ら信州上田おもてなし武将隊は皆々様のお越しを上田城にて心待ちいたしておるぞ。では上田城でお目にかかろう。真田重雄氏。